はい、みなさんこんにちは。カタリルームのカタリーです。今から始めるドラクエ10続きやっていきたいと思います。おっと、こっちだ。本日はですね、メインストーリーの続きやっていきたいと思います。で、前回に引き続き一緒に行くサポートのメンバーは HM さん、ミクさん、ソラさんになります。で、僧侶2人、魔法使い2人の組み合わせですね。これでいけるかな。本当は僧侶1人、賢者1人、魔法使い1人、バラルさん魔法使いでいこうかなと思ったんですけど、賢者が取れなかったのでそのままこの構成でいきたいと思います。で、魔法使いだけガンガンにしていってみましょうかね。とりあえず赤い人がどっかに話しかけてみます。舞踏場の方へ。別れ話か。舞踏場までに赤いのが2つ。ちょっと音楽が寂しくなりましたね。今回意外と話がいい話というか、久々になんかうるうるしそうな展開ですね。歩いていった。一言も喋れなかった。みんな喧嘩したと思って心配してるね。ボス戦だと思うんだよな。まして闘技場でしょ。いかにもって感じですよね。勝てるかな。まず白い人にも話してみよう。うん、おお、なんかやってる。向こうの隙間から見えますね。何やってんだあの人は。この先は舞踏場。しょうがない、入ってってみますか。おそらくボスだよね。勝てるかな。ちょっと不安なんですけど、まあみんなのレベルを信じるよ。サポートのみんなの。伊達に85を超えてはいないと思うんだよな。バカよ父さんは。なるほどね。いじっぱり幼なじみなんでしたっけ。見張りをさせて。なるほど。いつから聞いてたんですか。結構前から。お、来た。他にも聞いてたやつがいたんじゃないのか。龍か。今回龍と戦うのか。あ、ドラゴンね。あ、なんかいっぱいいるよ。しかも幸いこの舞踏場にお前がいることはまだ気づかれていないだろう。あなたも村に飛来したドラゴンは見ただろう。マジか。お願いされちゃったし。うなずくなよ勝手に。勝手に言ってしまいました。バラルさんは。うわー、大変なことになってるよ。うわ、ドラゴン以外にもいるじゃん。
こいつか、一匹だけか。まあ強いでやってみますけどね。強いんじゃないかな、そろそろ。支配された飛竜たち、ちょっと一回避けて。うわー、どうしようかな。ブレス攻撃に強くなる、なんだっけこれか。まあ竜だからブレスかなっていうね、そういう単純なイメージなんですけど、どうでしょう。結構入るな。イオナズンでいいか。あれ？なんか弱い。こんな弱いわけないよね。失敗したわ。しかももう飛竜いなくなったよ。これで終わるわけないよな。あ、なんか増えてる。なんだこれ。なんかあれですね、なんだっけ、ピラミッドみたいな感じですね。これは魔法系でよかったかも。範囲攻撃なかったらきついよ、きっと。うわ、また飛竜が来てるな。飛竜にやった方がいいか。うわ、飛竜しかも2匹いるし。マジかよ。まず青から行こう。飛竜そのものはそんなに強くはなさそうですね。やべえ、倒れてる。なぜ座ってる寝転んだ後座ってるんですけど。マジかー、まだ来るよねきっと。あー、また来た。どれが一番強いんだ。まあいいや、こいつで。うわ、強いな。倒しそうなやつを倒しちゃおう、まず。どこまで続く。次のやつが出てくる前に倒したいですね。なんかバランスはどこ行っちゃったな。映ってないんですけど、カメラに映ってませんよ。ちょっとここら辺でですね、バダルさんの MP 回復しとこう。ちょっと次に備えてね。肥料やっぱ出てきたよね。やべ、あ、死んじまった。あ、やべ、魔法使い2人死んでる。ミクさん起こすか。頼む、起こさせてくれ。ちょっとそっち側行きたいな、広い方へ。魔力覚醒して、とりあえず飛竜をやる。
黒飛竜が一番あれかな。黒飛竜を狙っていくか。黄色、なんか飛竜いっぱいない？どんだけ出てきたんだ。黒飛竜狙ってで範囲攻撃で青を狙おうかな。よしよしよし、これで最後でしょう。これ以上は増えないと見た。あ、なんか増えてない。やっぱやべ、死んじゃった。まじいな、死ぬとは思わなかったわ。先に範囲攻撃ちょっとやっておいて、で早読み入れてもう一発。やべ、ベホマラかけた。必殺きたな。世界樹の雫とかどういうやつ、これどの辺の範囲がいいんだろう。必殺入れちゃいます。 MP があんまりないので。でそろそろ村ガイア使えるね。よし、あと1匹こいつで終わり。本当？あ、死んだか倒したかどっちかだ。お、やっつけた。よかったわ。思ったより何回かバダルさん落ちましたけど、強くは感じなかったですね。やっぱりみんなのレベルが高いせいもあんのかもしれないな。お父さんは守れたんだろうか。いや、フードの男は出てきてないよね。どうした？あ、さらわれてんじゃないのか。もしかしてもう一回ボス戦？あ、闘技場に向かったって。周りで歯が立たず。やばいね。もう一戦あんの？マジで？ちょっとさ、宿屋寄ってもいいかな。このクソ忙しい中だけど。宿屋に行く必要があるかどうかすら分からないけど、ちょっと休ませてくれる。休んじゃダメとかなしだよ。オッケー、こんな時でも金は取るんだね。ただかと思ってきたのに。しゃあね、金払ったし行ってくるか。